This is me にちなんで、This are us 指導者の方々はね、いつもとは全く違う表情で一生懸命プレイして、みっともない姿を見せる。これが私っていうのに対して、これが俺たちっていう、ね。<laughs> どうも、タっとです。えー、今日はですね、えー、T アカデミーの事業計画をここら辺でもう一つまたですね、えー、お話しさせていただきたいなというふうに思っております。ね、えー、あの、興味ない方もいらっしゃるかもしれませんが、申し訳ございません。ぜひ、えー、お付き合いいただければなというふうに思います。まあ、メインはね、こっちなんですよ。<laughs> T アカデミーの活動理念として、今、野球やっている子たちが、マックス満足できる野球環境を作りたい。ね。これが、僕の中のね、えー、ま、活動の理念になっています。応援してくれる人を集めようという、そういう、ま、チャンネル になっておりますまたぜひですね今日も最後までご覧いただければいいなというふうに思っておりますよろしくお願いします今年の一番メインイベントとなるというふうに、まあ、僕の中で位置づけているのが9月に行われる高校生向けの野球大会 This is me. 個人参加型で大会完結型。これをね、えー、テーマにしてやっているんですけれども、要は、まあ高校生が部活動っていうものを離れて、自分で個人で大会に参加できる。そこで集まったメンバーでチームを即席で作って、そして、えー、2日間の大会を行う。メインターゲットとなるというふうに、まあ僕の中で考えているのは、なかなかね、高校の部活動で出番がなかった選手たちとか、夏の大会で1回戦、2回戦で負けちゃって、あれもう終わりって、 もう野球できないのっていう子たちとかが集まってですね。まだ、ここでもう一回輝く場所を保護者の方に見せたりとかね。自分たちの指導者の方に見せたりとかね。夏の大会ってまあ最後の大会、高校球児のね、まあメインイベント、あのー、 大きな舞台になると思うんですけれども、そこだけだと、やっぱりそこでじゃあ、あの、花々しく活躍できない子たちもいるよね。じゃあもう一個作ろうぜっていうことで、ここでは、いろんなね、あの、ルールの寛容化とか、いろいろちょっと考えながら、えー、できるだけ多くの選手たちがそこで、 バーンと活躍できる。俺はここまでやってきたんだ俺、これが俺だっていうのが This is me なんですよね。その大会を作りたいなっていうふうに思ってまして。で、もう一つ、思いついたんですよ。もう一つ。指導者の方々の野球大会を作りたい。うん。 これをね、もう一個やりたいなっていうふうに思いました。指導者の方々は選手として、えー、こういう個人参加型、大会完結型の、うー、野球大会に参加する。僕の友達、野球のあの、高校の先生でですね、僕の友達の人が、俺も野球の大会出てんだけどっていうふうに言ってて、それでちょっと大会開いてって言われてたんですよ。でも、この機会ってものすごく大事だなっていうふうに僕もその時やっぱ思ったんですよね。指導者の方々がいつもね、あの、ベンチでね、あぐらをかいてね、あぐらかいてるかどうかは別にして、 Yeah. Everybody. プレイせずに指導する側だけやっていると、やっぱりどうしてもね、選手とのズレとかギャップとか、自分がなんか偉くなった気になってきたりとかね、やっぱしちゃう。その中でもっと初心に帰って、自分がプレイヤーになるいうことを、そういう機会をね、一年に一回とかだけでもあると、指導者のね、考え方とか、変わるとやっぱり指導スキルっていうものにも繋がってくると思うんで、そういう機会って確かに面白そうだなっていう風に思ってて、で、それを高校生とかいう選手側ですよね、教えられている側が、 その指導者たちの姿を見るっていうのも、これもまたおき 大きな価値を生むんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。指導者の方々はね、いつもとは全く違う表情で、いつもと全く違う姿で、一生懸命プレイしてたりとか、ね、泥んこになりながらね、プレイしてて、みっともない姿を見せる。一生懸命それでもプレイして、ボロボロになりながらでも野球やっている姿っていうのを、選手たちに、子供たちに見せるっていうのは、これはものすごい大きい訴状効果を生むんじゃないかなっていうふうに思って、 たんですよね。あとはもちろんね、指導者の方々が普段指導していることを自分でね、ご自身で実践する場っていう風にも、まあ、位置づけとしてもなると。いろんな価値が生まれると思うんですけれども、思いついちゃったんですよ。だから、えー、今年のメインイベントは2つ 高校生の個人参加型大会、This is me と、指導者の方々がプレイヤーとして参加する、え、これの名前がね、僕 This is me にちなんで、i s are us という風に名前を考えたんだけど、ダサいなーって言われちゃったからやめたんですけど、これは私っていうのに対して、これが俺たちっていうね、指導者の団結感をこうやって表すっていうようなね、名前にしようかなと思ったんだけど、なんかダサいって言われたんでやめようかなと思うんですけども、この二つのメインイベント、どちらもね、大会がこう、つながりがあると思うんですよね。高校生が最初に えまた新たな試みで大会っていうものに参加してその後に指導者の方々がその大人の本気の姿を見せるというようなねうんこのまあ2つのメインイベントで今年1年やっていきたいなという風に思っていますで最後までご覧いただいた方にねちょっと相談なんですけれどもなかなかね活動資金がないんですよ野球指導しながらどん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 こう収益っていうものを広げていきたいなという風うに思っているんですけれどもまあ向こう1年まあ向こう無効数ヶ月の活動資金を集めるために え、ちょっといろんなクラウドファンディングなり、野球指導、うんぬんなり、えー、展開していこうかなというふうに思っています。ぜひですね、こういう大会とか、あ面白そうだな、やってほしいなっていうふうに思う方々とかですね、ぜひ、えー、よろしくお願いしたいと思います。またですね、これから、えー、まあそういう、そっちの方の案内とかも作っていきたいと思っておりますんで、えー、興味があれば、えー、ぜひですね、ご協力いただければというふうに思います。ありがとうございました。